ホーエンツォレルン王家勲章、大司令官職ホーエンツォレルン家勲章は、ホーエンツォレルン家の勲章、プロイセン王国やルーマニア王国の勲章だった。ホーエンツォレルンヘヒンゲン皇国の皇太子だった、コンスタンチンとホーエンツォレルンシグマリンゲン皇国の皇太子だったカール・アントンの布告によって1841年12月5日に制定された。 この二つの公国は1850年に、冒険の法園ツォレルン家の治めるプロイセン王国に併合されて、プロイセン王国の権となった。1851年8月23日に、プロイセンの法園ツォレルン家のこの勲章を改めて、プロイセン法園ツォレルン家の勲章として採用する。制定者であるコンスタンチンとカール・アントンは、 平合後にも叙勲を行うことを認められていたので、ホーエンツォレルン家勲章は二つ存在した。すなわち、プロイセンのホーエンツォレルン家が叙勲を行った、エンツォレルン王家勲章とホーエンツォレルンヘッヒンゲンとホーエンツォレルンシグマリンゲンの両家が叙勲を行った、エンツォレルン皇太子王家勲章である。第一次世界大戦末期のドイツ革命で、ドイツ皇帝、 プロイセン国王ビルヘルム2世が、敗位に追い込まれ、オランダへ亡命しており、この時に、プロイセン王国の歴史は幕を閉じたが、彼は亡命後もドイツ国家の非公式ながらも、ホーエンツォレルン王家勲章の授与を続けていた。一方、ホーエンツォレルンシグマリンゲン公国の、カール・アントン公の第二子は、ルーマニアの国王カロル1世となった。三代国王カロル2世の時代に、 ホーエツソレルン皇太子王家勲章がルーマニアの国家勲章となっている。この勲章は1947年のルーマニア王室の崩壊まで続いた。現在も少数であるが発行をしている。ホーエツソレルン王家勲章には以下の会議が存在した。大司令官章と司令官章には星付きと星なしがあった。ホーエツソレルン皇太子王家勲章には 以下の会議が存在した。ありがとうございます。